さて、ここからはですね、島民という名前が決まった記念で、はい、沖縄オリオンビールザドラフトいただこうと思います。なんだろう、この音幸せよね。プシュパチン。では、島民の皆さん、今夜もグラスを手に一緒に乾杯しましょう。せーの、乾杯。さあさあさあ、今日はね、大島ゆかりに50の質問という企画を以前やったと思うんですけど、その時にアナウンサーについての質問っていうのはちょっと別枠にしようということになってまして、アナウンサー関連の質問っていうのはまだ答えてなかったんですけど、この度ちょっとこれに答えていこうと思っています。こんな酔っ払った状態で喋っていいのかっていうところなんですけど、もし変な感じでネットニュースになってたら、とりあえずもうこの YouTube の動画を全部見てから、皆さんには判断していただきたいところです。まあいいや、管巻き始めてる、はい、では参りましょう。大島ゆかりに質問アナウンサー編スタート。1問目、なんでアナウンサーになりたいと思った？実を言うと、アナウンサーになりたいとずっと小さい頃から思っていたわけではありません。アナウンサーという職業を完全に意識して動いたのは、単純に大学3年生の夏ぐらいに皆さん周りが就活という言葉を口にし始めたっていうところで、時期が早いからなんとなく就活というものをやってみようかということで、最初に挑戦したのがアナウンサー試験でした。でも大学3年の秋にあった採用試験で、テレ朝最終まで行ったんですけど落ちてしまって、でもそこで受けた刺激とか楽しさっていうことが忘れられず、人生でこんなに刺激的で楽しかった、ドキドキした瞬間なかったなって思うぐらい楽しかったんですよ、採用試験が。なので落ちちゃった後に母親に、アナウンサー以外なる気あるのって聞かれて、いや、そういう気が起こらないって言ったら、じゃあ採用試験の時期も早いんだし、来年もう一回受けたらっていう、ちょっととんでもない言葉をもらって、そこで、あ、じゃあそうしようって思って、そこからはアナウンサーという職業に絞って、アナウンススクール通って頑張って鍛錬を積み、もう一年、大学4年の秋に採用試験をもう一回受け直して、そこでフジテレビに内定をいただいたというところです。もうアナウンサーそのものの魅力っていうのを採用試験で知ったという、すごく珍しいパターンだと思うし、稀ですね。当時スポルトのセットで採用試験が行われて、昨日テレビで見たセットで自分が話してるって思った時に、今まで感じたことない興奮を覚えたっていうところですね。2、アナウンサー試験でのエピソード。あ、今ちょっと言っちゃったけど、昨日の夜見たスポルトのセットに自分が座って原稿読みしてるなっていうことが、一番なんか私の中で扉が開いた瞬間だったっていうのはあります。テレビ
で見てるとすごい広く感じるけど、意外とこじんまりとしたセットでテレビって作ってんだなとか、カメラってこんなに大きいんだなとか、照明ってこんなに明るいんだなみたいなの、全てが本当に驚きだった。それがもう採用試験の私の一番強い記憶です。3つ目、アナウンサーになるためにやっておくべきこと。あ、これ高2の女子の方が送ってくださってますね。ネタ作りと、それをコンパクトに喋れる力。採用試験って、まあ、もちろんちゃんと正しく読めるかとかね、技術面正しく喋れるか、綺麗に収められるかみたいなことももちろん大事なんですけど、もっと大事なことって何を喋るかだと思うんです。アナウンサーの試験っていうのは、まあ自己紹介とかから始まって、面接一問一答、フリートークとか作文とか、もうびっくりするぐらい次から次へと面接でいろんなエピソードを話す機会っていうのを試される。どんな質問が来ても、自分の嬉しかったこと、悲しかったこと、楽しかったこと、まあ、その喜怒哀楽のエピソードとか、最近起こった出来事を端的に起承転結をつけて喋れるようになるっていうのは大事ですね。で、それを面接で何を振られても返せるように引き出しをいっぱい作って、はい、素振りいっぱいしておいてください。次、局アナウンサー時代に一番楽しかったこと、辛かったこと。辛かったことからいくか。まず体力面と精神面も、あまりにもやっぱり大学時代から違う環境に突然来るので、そこをやっぱり調整するのがリアルに辛かった部分かな。あの、仕事面で言うと、まあ、例えば被害者、被災者、今辛い立場にいる人たちにマイクを向けて聞き出さなきゃいけないっていうのは本当に辛かった。震災の取材とかで被災されてるご本人に逆にこう励まされたりしてしまった時に、私は何をしてるんだろうってすごく考えさせられたなっていうのは鮮明に残ってます。一番楽しかったことはね、なんだろうね。でもやっぱりすごい環境で仕事をさせてもらっていたし、同僚、アナウンス室という部署に所属をして、毎日会社員として出社をすると、まあ当時は朝目覚ましテレビを見て会社に行くと、その目覚ましテレビに出ていた高島彩さんが普通にデスクに座って中野美奈子さんとかと談笑してるみたいなのって、すごいことだなっていうのは、まあ慣れちゃいけないなっていうのは思ってたし、すごいことだなっていうふうに結構ずっと思ってましたね。楽しかったことなんだろう。毎日いろんなところに行って取材をしてっていうのは辛くもあり楽しくもあった。後からね、良かったなって思うことっていっぱいあるんですよ。それが今フリーになって生かされたりすごくしてるし、全ての自分の土台を築いてもらったのがね、富士なんで。仕事は仕事なので、なんだろう、ただただ楽しいだけって思える仕事ってないんですよ、私の中でね。もちろんその楽しい現場だなとかいうふうに思うけれども、心から心底から純粋に楽しめるっていうのは仕事の中では私はないというふうに思うので、楽しかったことというよりもありがたかったこととか勉強になったことっていうのが全てかな。ごめんなさいね、抽象的で。次、仲のいいアナウンサーマーサさん。もうフリーになってから特にだけれど、マーサさんはもう局アナ時代、私の入社1年目からものすごくよくしてもらってます。
だからこそフリーになってからもマーサさん、マーサさん、マーサさんってずっと私も言わせてもらってるし、共演させてもらう機会も多いなと思って、いろんな意味で尊敬ももちろんのこと、信頼もするし、本当に頼りにしてるアナウンサーですね。あとは富士時代の人でいうと、今もうっすら連絡取ってんのは榎並坂主という男性陣。女性陣だとね、同期はね、今ちょっとそのちょうど中村光弘は第2子が生まれたりしてすごい忙しそうだけど、みっちゃんと誕生日近いじゃん第2子みたいな話とかはしたりしましたけどね。本田朋子は新潟にねいるから、なかなか今このご時世会いづらいなっていうのはあったり、あと小川彩香だな、いろんな話しますね。次、台風中継やったことありますか？ニュースって日々ニュース、新しい情報をこうお伝えする場なので、その日その時間だからこそ価値があるみたいなものなんですよ。だから大島が合計100日間台風中継をしたとしても、その100日間はとってもホットで大事なニュースなんですけど、後々何年もそう語り継がれるようなものには、まあ、滅多にならないんですよね。よっぽどのことしない限り。遠回しに言いましたけど、台風中継なんてめちゃくちゃいっぱいしました。今は結構その安全なところから中継をしていますって結構前提で言ったりしますけれども、どういうふうにそのじゃあ風の強さとか雨の強さみたいなものを伝えるかっていうのは、ものすごいやっぱその現場で試行錯誤するわけですよ。一回ね、石神井川で川の増水の様子を見てきてって言われて、まあ、もちろん安全は確保した上なんですけど、その石神井川の方に行って、最初全然ちょろちょろだったのに、やっぱり見る見るうちに水のかさが増していくっていうのを、ずっともう何時間もそこに張り付いていたからこそ見えたっていうのもありつつ、いろんな機材が壊れたりとか雨でめちゃくちゃになったりっていうのあったけれども、そういうのも含めて中継で伝えるみたいなのもありましたしね。木村太郎さんの自前の風速計みたいなのをわざわざ大島持ってけって言ってお借りして、今風速18メートルですみたいな、まだまだだなみたいな感じなんかね、あのやり取りとかを当時やったりとかね。次、滑舌良くするにはどうしたらいい？私も決して滑舌がいい方とは思えないんですけど、とにかく喋ることです。ちゃんと喋れるようになるにはどうすればいいかみたいなことを聞かれるんですけど、普段から喋る、日常生活の会話が全てトレーニングだと思えばいいんですよ。基本口の開きと20年近く喋り続けてきた癖みたいなものは治らないので、自分の癖を知ることだなって思います。自分の喋っている様子を録音録画なりして見返すと癖みたいなのが分かってくるので、作業がちょっと弱いなとかラ行が弱いなみたいな癖を発見しつつ、なるべく友達と話す時も口の開きと滑舌とを意識しながら大きな声で喋るようにすると、日々のトレーニングとして口が鍛え上げられていくので、嫌でも滑舌が良くなっていくんじゃないかなと思います。次、喉のケアは、ぶっちゃけあんまりちゃんとはしてないけれど、私はあのエアコンの冷風に非常に弱いので、エアコンの冷風が直接当たらないようにっていうのは寝るとき意識してて、冷風に当たって体調崩すよりも暑くて汗をかく方が私には安心安全なので、夜寝るときびっしょり汗かいたりしてますけど、湿度は非常に気にしてますし、今マスクするからそんなに喉が普段口呼吸で乾くってことないかもしれないけど、マスクを外したときに一気に乾燥するからそこを気をつけるかな。あとは
龍角散ダイレクトがめちゃくちゃ効くっていうのは私の中ではあります。富士社員時代とフリーになった今の比較で一番いいことは仕事の幅じゃないですか。だって富士社員だったら100パー写真集出せないし、ドッキリでびしょ濡れにもならないし、さんまさんに突っ込まれるようなエピソードトークも局アナはしないし、とにかく一番いいことって言ったら仕事の幅が広がったことですね。私に関しては局アナとしては報道に濃く携わらせてもらったので、それを考えると今はゴリゴリにバラエティとかその他刺激的な仕事をさせてもらっていることが私の中で一番いいことですね。アナウンサー以外にやりたかった職業ないです。基本もしもを考えません。言葉選ばず言うと行き当たりばったりで生きてるっていうところあって、もしものことを考えても戻らないんですよね。なのでアナウンサーになったんだったら、そこでできる限りのこと、さらにはそれ以上の幅を広げて楽しむしかないでしょうって。アナウンサーって 何の仕事っていうところまで、まあ、若干問われるところではあると思うんですけど、基本は言葉で情報を伝えるっていう仕事がアナウンサーだとは思います。ただテレビという性質上、言葉以外でも十分に伝えられる部分はあるんだなっていうのはフリーになって特に思っていて、もっともっといろんな幅広くお仕事できる部分あるし、局アナ自体は外に取材に出ててもこういう表現はできなかったよなとか、こんだけ頑張ってもなかなか理解してもらえなかったよなっていうところが、フリーになってだいぶこう自由度が増えている。なので今後ね、もっともっと体張って体感して、その言葉以外の伝え方でも頑張っていきたいなっていうふうに思ってます。要は体を張りたいずっと言ってるけれど、これからもどんどんすっぽんぽん以外 NG なしでやっていこうと思ってます。島民の皆さんにも応援していただきたいです。島民だよ ね、もうね、酔っ払うとね、もうなんか決めたこともすぐ忘れるし、話してたことも明日になったら全然忘れてるし、多分今こうやって話してることもほぼほぼ覚えてないんだけど、こんなんでよく見てくださってる方がいるなと思いつつも、もしこれが癖になる、また見たいなと思ったらチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。もう一回言うよ、チャンネル登録と高評価どうぞよろしくお願いします。この感じで言うと誰だか分かんないからもしれませんが、はい、大島ゆかりですチャンネル登録そして高評価よろしくお願いします。今日も勝手に飲んで語って楽しかった。島民の皆さん、いつもありがとうございます。また会いましょう。おやすみなさい。猫が一匹もいない。おやすみなさい。